はいどうも皆さんこんばんは、ヤシマです。さあ今回もダークソウル3実況プレイ続きやっていきましょう。でちょっとかがり火で回復してきたんだけど、結局1個使わされちゃったエストビンで、これね、ここあれ2体はやばいよね。あれちょっとさすがにここで戦ってると俺もう絶対無理なんで、よいしょい、とりあえずスルーしたいな。スルーしたい。あ、もうスルーできない。スルーできない。とりあえず1体は倒すか。じゃあ待って、でもこっちに行くとあっちのあれが来ちゃうから、とりあえずこっちまで行こう。いやもう追いかけ方が怖いって。追いかけ方が怖いよもう。あれ、これスルーできる？あれ戻ってくるよね多分。自分の、またまた、なんかあいつも来てるし、もうとっととやるしかないね。え、そういうあれか。おら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 、よいしょい。やばい、ちょ強くないこの人。ちょっと待って、ああダメだ、初心者キラーにも程があるでしょう。よーし、ちょっとここはダメだな。ちょっと僕の手には負えません、本当に。一回あのネズミ、なん、びっくりした。そういえばこいついたな。くっそ、剣が弾かれて。オッケー、ネズミの先、前回行かなかったところですね。そっち行きましょう。ちょっとあそこは僕には荷が重すぎる。もう一体も倒せないや、ちょっと。こっちならね、全然行けそうだな。え、つか、あんじゃん、かがり火。ここあったの？前回気づかなかったよ。よし、じゃあここにかがり火あるんじゃ、さっきのとこ行きたいけど、まあ、いっかも。あそこはどうせ俺勝てねえよな。俺じゃ勝てねえよな、あそこ。うわ、ここにもいんのかよ。こいつあれか。普通に、雑魚敵みたいな配置なんだ。じゃあちゃんと慣れなきゃダメだ。慣れを、パリやってみようか。ちょ、待った、パリむずい。いや、凶暴すぎでしょ。すっ。ほい、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 ほい。やっぱ、なんか、いろいろ、ちょっと待って。パリ、パリ、うわっちゃ。だー、俺こいつ超強い。回収からの回収できない。一発殴って逃げていく感じがいいのかな。あっぶねえ。うわー、怖っ。うわー、当たっちゃうかい。よーし、いやー強いな。なんか落としたりはしない。こっちはいけないね。なんか門的なあれがあるよ。あー怖い、初めてさ踏み込む場所がすごい怖い、ダークソウル。え、何、え、どうした、え、な、何、何、何が起きてる、え、え、どっから走り抜けた方がいい？ソウル、ソウル、うわこれか。待て、オッケー。なんかハンマー野郎がいる。ハンマーブロス、ハンマーブロス。え、なんかいっぱいいる後ろに。ちょっと待って、ちょっと、やばいやばい。え、死ぬ死ぬ死ぬ。あっぶな、ちょ、いっぱいいっぱいいる、マジで。あー、マジかよ。ほっ、オッケー。え、なんか目光ってるやついる。なんだこいつ。よし、おつけ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 、痛い痛い痛い。おい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 わ。とりあえずね、こいつはね慣れてきた、だいぶ。なんかもうノーダメで倒せるようになってきた。ほい、せいせいせい、やい、ノーダメで倒せるっていうのはどこ行った。その話どこ行った。旅に出たよ、話が旅に出たわ、さすがに。はい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 、オッケー。うん、やっぱ慣れだね。ノーダメじゃ倒せねえわ。ノーダメじゃ倒せねえけど、やっぱ慣れだわ。待ち構えてる。痛い痛い痛い。オッケー。
よし、一応全滅させたかな、ここの敵は。よしよしよし。いやきついわ難しいな本当に。これ来るな、外出たら走り抜けるしかないね。走り抜けろ。 OK。 いやー難しい、こういうのがダークソウルのあれなんだね、醍醐味っていうのかな、まあ、その難関ゲーっていうその意味がわかるよね。難しい本当に、ゲームでこんな難しいと感じたの初めてかもしれないね。この先呪い封じの大衆、あれ、あ、これさっき開く、さっきっていうか前回開かなかったところだ。なんか重いぞ、なんでこんな重いんだ、ネットも繋いでないのになんかすごい重い。え、重っ、どうしたどうしたどうした、待った、これトレーラーで見たぞ、ここトレーラーで見たぞ、ここ、この先の展開俺知ってるぞ。トレーラー見とくとこういうのがあれだね。まあ、ちょっと行ってみる。はいはい、祈りを捧げてる人たちがいると。祈りを捧げてる人たちがいる。いや、祈りつか、こいつら戦ってると、戦ってると、あれ、あれ、トレーラーと見たのと違うぞ。まだ難内的なやつか。ハンマーブロス、ハンマーブロス、ハンマーブロスちょっと硬いな。あ、ほら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 、読めない、ジュバラじゃない、やっぱりこれ、つうかボスだったんだこれ。なんかトレーラーでもね、こいつが突然動き出すみたいなムービーありましたよね、ダークソウルファンの皆さん。バカ野郎、あ、動きとろいからなんか見切りやすいんじゃない、さては。とう、どこ殴りゃいいんだこれ、これどこ殴ればいいの、足、お、まだいるんかい。 OK、 エストミ1個か、絶対勝てねえじゃん絶対勝てねえじゃん。あ、勝った、足が硬いな、したっけ、ちょっと待った、なんか来てる、やばい、うわ、なにこいつ、え、なにこいつら無限に湧いてくんの、きつすぎなんだけど。え、どうしたらいいの、うわ、こいつら無限に湧いてくる、え、どうしようこれ、あ、切れない足は、これどうすんの、無限に湧いてくるしさ、この人たちは、やばい、とりあえずボスの攻撃あんま当たんないけど、なんかその、え、これさ、どこ切りゃいいんだこれ、顔か、敵を敵が多いわ、ちょっと待って待って待って、これ俺無理だよこれ無理なんだけど、ここか、この柔らかそうな部分、あ、切れる切れる切れるけど、ダメージが全然強くない。あ、いや、え、ちょっと待って待って待って、やばいやばいやばい、あ、まだ生きてる、死んだかと思った、あっぷな、これちょやばくない、これボスだ、え、出れないの、やーっと、いや、これは俺には荷が重いって2体目のボスの強さの比じゃないんだけど、雑魚敵がまず強いからな。あ、生きてる、うれうれ、せっ、おい、何、どうした、そんな、また開いて、どうした、反射神経、あ、おっ、え、まだ生きてる、え、厳しい、厳しいよ、よし頑張ろう
まずは回収。ああ、また最初は動かないんだね。雑魚敵から倒そうか。いや、もうボス、しょっぱな行っちゃおうか。よし。これ雑魚敵そういえば後半出てこなかったね。ボスが倒してくれたのかな。このボスが雑魚敵も一緒に倒してくれるみたいなことじゃない？あ、倒してくれる。オッケー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 。じゃあ放置でいいのかな。ただ数多いな。数がとりあえず多いからちょっと。あ、オッケー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 。よいしょい。ダメージがやばすぎる。うれうれうれ、すっいって、反射神経オッケー。あ、この黄色い沼に入るとダメージ食らうんだね。今更だよね。さっきから食らってたけど、なんかブワンブワンするなと思ってたけど、 HP がいってると思わなかったわ。 HP じゃねえわ。あ、 HP だ。いって、やっべ、つえー、あーい。はい、とりあえず戻ってきました。今ソウルが13000あるので、まあこれでなんか装備だったり、まあ、ステ強化だったりしてどうにかならないかなって感じですね。エストのかけらを使ってエスト瓶を強化しますか。そんなことできるの。あ、使用回数増やしました。これはありがたい。え、もう一回できるの。え、これやばくない。え、これで5回使えるってこと。うわ、これは大きいな。あ、使用回数振り分けられるんだ。これ今6使わないから、じゃあ全部体力回復に。あ、これ超でかい。これ超でかいですね。そしたらどうしようかな。この武器見た感じなんですけど、強化するのはもったいないのかな。初期武器じゃん。で、他の武器ちょっと見たんですけど、なんかちょっと初心者目線の僕からじゃあちょっとわかんないんだよね。でもこれがなんかすごい強そうなんだけど、何が足りないんだこれは。多分筋力ですね。筋力を32まで上げれば装備できる。ああ、でもそれは当分先だな。なんでちょっと、いや、今をどう打開するかがちょっと今が大切なんで、僕今が大切なんで、ちょっとブロードソードを強化したいと思います。はい、なんか貴重なアイテムっぽかったけど、これいいのかな。まあちょっともうやっちゃったものはしょうがない。よしとしよう。そしたら装備はなんかあまりいいのおばちゃん売ってないんで、やっぱステータス強化だね。何を強化すればいいんだろう。なんかね、振り方みたいの調べたんですよ。そしたらね、なんかいろいろあって、よくわかんなかった。正直な話、こっちだ、お姉さんだ。レベルアップ、持久力、スタミナもあれだけど、体力、どうだろうな。筋力、技量、あ、防御力ってのはないんだね、このゲームは。なるほどね。そういうのは防具とかで全部ちゃんとやってねみたいな感じか。じゃあ生命力上げてみようか。生命力かな。いや、でもぶっちゃけ HP が増えたところでさ、エストビンの使う量は変わらないからさ、ただ安全ラインが増えるだけで別に実質変わってないよね。じゃあ筋力か。筋力だ。全部筋力に振っていいかな。いやだ、いや、振ろう。よし、リベンジ行こう。リベンジ行きましょう。さあ行きましょう。エストビンをね、一個も使わず来れたんで。なんか重いな。なんか重くない？ PS4 でだって。まあいいや、ボスを起動。ちょっと数減らしてからの方が良さそうですね。慎重に行こう。ことを急ぎすぎじゃない？よし、でもさては危ない。頑張ろう。セイ、あ、ダメージ全然違う。筋力増やしてからダメージ全然違くない？なんか50ぐらいだったのに70になってるね、一撃が。あ、これはなんか鱗粉みたいな。鱗粉じゃねえか。鱗粉ではないな。ほい。
そういうやつ。うわ、なんかゲロ入ってる、ゲロ入ってる、ゲロ入ってる、来ない来ない来ない。あ、でもなんかいい感じで戦えるようになってますね。いや、筋力大事だね、筋力。硬い硬い硬い。おれおれ、オッケー。で、ここの足を切って、え、すごい、なんか大ダメージ与えた。なんか知んないけど、もしかしてこっちの足かなり弱点みたいなやつ。さては HP の減り半端じゃないけど。おれおれおれ、あーはっ、あー、でもいい線いったな。いけそうですね。うれうれうれ、いいんじゃない。めっちゃいいぞ。え、うそ、エストビンあと4個あんのに。うわー、いやでもこれエストビンまだ6個あるし、なんかいけそうだよ。いけそうな感じする。なになになに、どうすんのこれ。どうしたらいい俺。いやーえぐいでしょ。いっ、まずいな、攻撃できてない。とりあえず腹のブツブツぶっ壊して転倒させたい。ほらほら、ちょっとスタミナがない、やばい。すっ、えい、まずい、あっぶねえ。このビチャ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 のやつがちょっと厄介だね。まずい、あぶねえ。多分もうそろそろ腹壊れるから、腹っていうか、あのビチャ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 じゃねえよ、あのこのブツブツ。またか、いって、ひー、エストビンなくなった。いやでもこれいける、多分いける。あー、これやばい、これやばい、これこのビチャビチャやばい、ビチャビチャ。腹壊れる、腹壊れないか。よし、これだ、これで手を、え、これ勝てんじゃね、いけいけ、いった、こ、うっ、コント。やった初心者なめんなよマジで何回負けた本当に。いやー、でもなんか2回目のボスに比べたら全然でしたね。2回目のボス20回くらい死んなかったな俺5回ぐらいで、5回もあれだったか。装備なんか手に入れたね、先人の盾、これか。お、強い。あ、あ、さっき2個目のとこか。あ、そう、あ、複数装備できるんだ、そういうこと。重量がちょっと重くて、あー、いやでもこっちの方がいいな。変わっても1だけだから、ただ重量がちょっと、あー、ちょっと重い。ただこれ体力を増やすと多分重量のあれが増えるんだよね。はい、というわけで今回は木のボスでしたね。なんかいろんなとこにいそうなボスだね、あれ。ウッドマンみたいなやついたよね、なんかで。はい、というわけでちょっとあのお見苦しいプレイをお見せしました。はい、じゃあまた次回から続きやって、次回から続き、当たり前か。はい、じゃあ次回もよろしくお願いします。さよなら。